はい、ブンカラです、今回もやっていきます。よいしょ。今回はね、釣りをやっていきたいと思います。なんか近くに水辺あるっけ。この畑でも大丈夫なんかな。ちょっとここでちょっと一回釣ってみようか。じゃちょっと、でもなんかここで釣るのってちょっと味気ないよねなんか味気ないね。よし、じゃちょっと違うとこ行って釣ろう。どっかないかな。あるじゃない、この畑の真横にあるじゃないか。ちょうどスライムジャンクの近くだね。イエス。お、音が変わったね。なんかザブーン感があった。これで待てばいいんかな。さあちょっと待ってみましょう。ちょっとね、見えにくいけど一応水面がピチャピチャしてるのはしてるんですけど、あの浮きが沈んだらね、魚が引っかかったということらしいです。さあ、お、なんか、お、釣れた生魚。おお、いいね。なんかポーションとかを作るのにフグが行ったりだとか結構するんだよね。だとサドルとか、あのエンチャントされたものとかが釣れるみたいなんで、今日は釣りをねちょっとやっていこうと思います。で、釣りのこの竿もね、一応エンチャントできるんで、自分ですることもできるんで、まあ、レベルがたまったら一応ね、この竿もエンチャントすることができるんで、レベルがたまったらね、あのエンチャントしたいなと思っております。でもこれちょっと大変だね。この待っとる間目を離したら釣れもんね。お、次は鮭。こんな感じでね、一応マインクラフト内で釣りをすることができるんですが、なんか暇じゃないですか、これ。若干この絵なので、とある方が面白いものを作っていたので、それを参考に作らせてもらおうと思います。いくぞ。よっしゃー、やっていきましょう。どこに立てようかな。よし、どこでもいいんだよね。あっちがスライムチャンク、スライムチャンクの近くに立てて、スライムが湧くのを待ちながらっていうのもありだよね。よいしょ。スライム湧いとんかな。見えんなでもここもね、何気にちょっと改良したんですよ。スライムブロックが下に置いてあるんで、ここ飛び降りてもこんな感じでビョーンって飛び跳ねて、無事に着地することができるようになってます。よいしょ。スライムはいないね。あ、スライムボール落ちてるまあおるな、おるんだろうね。よいしょ。ここにね、トロッコを設置して、はしごを置いてトロッコを設置して、こうやって右クリックだけでババババババッと上がることもできますと。よし、じゃあここになんか釣りするとこ建てようかな。まずホッパーじゃなくてチェストを2個設置して、それにホッパーをつなげると。で、この上にガラスを置くと、よいしょ、こんな感じでいいかな。うん。じゃあ次に、ブロックをここにつなげて、階段がいるんだ。よいしょ。階段をここに設置と。うん、こんな感じだな。で、ここに看板を設置。あとドロッパーもここに置かなきゃいけないんだね。上向きにドロッパーを設置して、このブロックの上にハーフレンガと。うん、大丈夫かな、ちゃんとできるかなだんだん不安になってきたんだけど、大丈夫かな。で、ここにブロックを置いて、よいしょ、この内側は壊しておくと。うん。で、左右にトリップワイヤーをつけて、
真ん中に糸をつけると。うんうん。そしたら次は、ここにもブロック置かなきゃだな。よいしょ。で、レッドストーントーチと。難しいですね。よいしょ。じゃあここにレッドストーン1個置いてやると。鉄のドアを、ホッパーがあったら、ここか。ホッパーと同じ列に鉄のドアを設置してやると。そしたら、コンパレーターを、よいしょ。よいしょ。こんな風に設置して、ブロックを置いて、ここもレッドストーンがいるかな、トン。この上もレッドストーンがいるの、あ、いらないな。ブロックを置いたら、ここにいるんだ。ね。で、ブロックを置いて、レッドストーンを置いて、うん、こんな感じだね。よいしょ、ここもいるんだ。このガラスの下もレッドストーンがいるんだね。んで、うん、多分動くし大丈夫で、このガラスとガラスの間に水をドンと。ここは看板で、あっちは扉で止まっているということだね。動くね。じゃあ次に、ここにブロックを置いて、ハーフブロックをこの上の方にドンとつけてやると。これで進めないね、これ以上ね。そしたら完成かな。どうなんだろう、これでいいのかな。一応このドロッパーの中には釣り竿の予備を入れておくといいそうです。ちょっと入れとこうかな。釣り竿は斜めに棒を置いて竿みたいにして、その先にこういう風に糸をつけてやれば、糸をつけてやれば釣り竿ができると。これを何個か入れといてあげればいいんだね。よいしょ。さあこれをこの中に入れておくと。うん。でここにホッパーが設置してあって、このチェストにつながっているので、釣れた魚っていうのは自動的にホッパーに吸い込まれてこの中に入ると。であとは右クリックを押し続けることで無限に釣ることができると。竿が壊れるまでね。こんな感じになると。うんうんうん。今浮きがめっちゃ近くに見えるけど、これ今ずっと押しっぱなしなんですけど、ずっとこういう風に動きます。今ね釣れたんだと思うんだよね。仕組み的にはよくわからんけどすごいよね。なんか右クリックを置いときながら敵が湧くのを待つみたいなね。なんかトラップタワーの近くに作ってやれば、それだけで一石二鳥というか、いいよね。ちょっとこれで待ってみよう。これ後ろから見たらすごいね。この絵すごいね。さあ釣れないか。お、釣れた。どうだろう、今これで2回さザブンってなったけど、入ってんのかな。お、入ってるわ。え、木の棒とか釣れるんかな。棒が入ってるけど、どうなんだろう。ちょっともう一回やってみようか。ほい、あれ、あ、これちゃんと目線があるんだね。ちょうどこの糸に当たるように投げてやれば、あ、ちょうど糸の下だ。糸の下に向けて投げて、右クリックをずっと押し続けることで釣ることができるんだね。自動釣り施設、ちょっと押しとってみよう。これ今思ったんだけどさ、俺これ後ろからクリーパー来たら死ぬんじゃない。ちょっと待って待って待って、俺これ死ぬよね。待って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 、怖いよ。ちょっと怖いんで、ちょっとだけ囲っとこう。怖い。できた。ちょっとまあ見栄えはまた変えるとして、よし、じゃあこれでまた釣り再開しよう。竿1本消費するまでちょっとやりたいと思います。壊れたらやっぱ自動的に右のドロッパーから排出されるんだね。すごい。だって今新しい釣り竿になったもん。え、すごいね。
じゃあこれで1本消費したんで中見てみます。ドン。お？棒。ああでもフグ手に入ったね。皮とかも手に入るんだね。水入り瓶。すごい。どういう仕組みなんだろうこの釣り竿が出てくるのはね。ちょっとこの中も綺麗にしなきゃだね。わあ、いいもの作った。さあ今回作ってみたのは、全自動になるんかな、半自動、まあ、右クリックを押しておくだけで魚がたくさん釣れるという施設のご紹介でした。いやすごいいいもの作った。最後にスライムが湧いとくかどうかだけ見て終わろう。よいしょ。あ、湧いとったけどやっぱちょっとこれ上すぎるんかな、俺のおる場所が。なんかね、下にスライムが見えても消えるんだよね。死んじゃうのかもしれないね。ある程度距離が離れたら死ぬっていうもんね。そうか、じゃあ待機場所をもうちょっと低いとこにしたらいいんかな。ちょっと降りてみよう。よいしょ。あ、でも何体かおるね。大丈夫そうだね。よいしょ。わ、あっちにまで。わ、結構、あ、そうか、これ落ちてちっちゃくなるよんか。あー、いやー、なんかこのスライムの施設にしてもね、さっきの釣り竿の釣り堀システムもね、すごいいいものができたんじゃないかなと思います。やっぱね、こうやって考えてくれる人がいるんで、こう僕のマイクラ生活も楽になりますね。よいしょ。おりゃ、釣ってやる。チャンネル登録よろしくお願いします。